南房総国定公園、台東岬台東岬は、千葉県泉市の九十九里浜南丹利安式海岸に位置する岬である。南房総国定公園に指定されている。岬には、台東崎灯台が喫立する。別称は、台東崎、愛称は、恋のビーナス岬。台東岬から望む被災保、泉浦海岸房総丘陵灯端の、佐出業海岸からなり、 標高は約10メートルから最高68.8メートルある。起伏に富んだ海岸延長は4.5キロメートルあり、太平洋まで断崖絶壁となっている。海色崖と海中の岩礁に砕ける荒波の雄大な風景は北側に位置する九十九里浜の景観と交代章となっている。岬の周辺は公園として整備されている。北側にはお酒部岬から、 九十九里浜が弓なりに連なっており、台東漁港がある。南側には、泉川の河口と大原の町並みが見える。南端の砂浜には日本で最初の国の天然記念物に指定されている、台東海浜植物群落がある。江戸時代は、現在より数キロメートル海に突き出ていたという。原禄王自身と海食により現在の姿になった。戦時中は、 要塞として利用され、軍事施設が建てられたが、戦後撤去され、その土台のほとんどは、三崎の侵食により、海中に没した。現在は、少し奥まった位置に台東先灯台が建てられている。台東先灯台、台東先灯台が立地する千葉県いすみ市を、恋する灯台の町と、認定日本ロマンチスト協会会長が、大田洋一町を表敬訪問認定賞贈呈。 エキサイトニュース。2019年8月1日閲覧、台東崎東大泉市観光協会。www.isumi-kankou.com。2019年8月1日閲覧、千葉県観光物産協会。台東三崎。丸ごと E. 千葉千葉県公式観光物産サイト。2019年8月1日閲覧、 対東海浜植物群落いすみ市 www.city.isumi.lg.jp2019 年8月1日閲覧。ありがとうございます。